吉谷さん、まあ10万本というとね、遥かなる道のりのように見えますけども、まあ、別に今10万本目指せるような余裕がないわけじゃないんで、私もね、10万本っていうのは通過点にしながら目指そうと思うんですよ。で、現在1万本ちょっと、1万2、3000本で、まあ収益がね、広告収益だけで、まあ10万前後なんですよ。ってことは、これ10倍にする、単純にね、動画の本数が10万本になると、月収100万達成するじゃないかみたいな感じですよ。もちろん途中で YouTube の規約とか変わったりとかね、アカウントが閉じられたりとか、いろんなリスクはありますけども、まあ10万本いけなくはないなと思うのが、なんかね、まあ、このペースでやり取りしてる方が増えれば、なんか増えるなと、本数は。で、アクセスも100しかいかないんだけども、逆に言うと、この億万長者合宿のリレーもね、で10とか20ってことはめったにないわけですよ、再生数が。ってことは、まあ、逆に低いレベルで安定してるから狙いやすいなってところありますね。で、SEO 的にも結構ね、振りまいてるのがあって、アクセスがぐんと伸びるやつもたまに出てくるみたいですしね。まあ、それから億万長者合宿以外のテーマも人気のやつがあったりね、それをシリーズ化していくっていう今までの戦略をそのまま続ければ、まあ安定した売上利益は取っていけるかなと。プラス、あれでしょ？あのメンバーシップみたいなのもあったりとか、コンテンツ販売もあるから、まあどう考えても、この YouTube をビジネスのど真ん中に据えて、もう後戻りする必要は全くないなと思いますよね。いやだからもう、何？線路は続くよ、どこまでもみたいな感じで、あと、出歩出歩進んでいくだけですからね。まあ他を見ることはもうないかなと思いますね、うん、まあ見てますけどね、他もね、うん、で、今日始める YouTube、 今日から始める YouTube の本数の方が全体としては多いはずなんで、どっちかっていうと今までやったやつってのは、うん、これからやるのに比べたらゼロに等しいですよね。だからまあ全然ゼロスタートですよ。だから今日から始める人とのある意味競争でもあるなと思います。まあ10万本目指してますからね、1000本2000本目指してる人はゴールが近いなと思って羨ましいですけども、まあ、10万本とか100万本っていうのを打ち立てると、遥かなる道のりで、まあ躊躇してる暇ないですね。今日も行ってみよう。